キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信部、今日は阪神タイガース編ということでね、はい、まあ、今のこう撮影している時はまだ3位、はい、でも DeNA が迫ってきてる。結構詰めてきてますね、うん、多いのね。これどうなんだろうね、うん、この動画が公表される頃にはね、はい、っていうところで、昨年ドラフト、はい、1位下村、うん、2位椎葉、うん、山田、桃崎、石黒、須田、うん、ね、松原、福島、誰もいない、はい、まあ、いないっていうか、まあ、壁も厚いからね、うん、そうそう、出る隙もないですからね、基本的にね。いや、その時のコメント、はい、評価 S、うん、重複を避けたい戦略ドラフト、うん、まあ、内野がね、北条とか戦力外にしてるから、うん、内野が欲しいっていうところで、まあ、このね、山田、そして桃崎の高校生2人を取れたのは大きいと、はい、で育成の松原に注目と、うん、岡留めと勝負になると、キャンプでアピールして開幕まで試合感になるっていうところが、うん、そのね、あの松原君の、挑戦、うん、で近年高校生を多く獲得しているから即戦力が多め、来年も将来も見据えていいドラフトだったと思う、うん、って言ってる、はい、で、岡田監督、うん、他球団の動きも想定内、100点満点だと、ね、下村を中心に大卒社会人独立リーグ出身の即戦力番4名を指名し、ショートも守れる、高卒の内野手の2人を指名したと、うん、指揮官は100点で得ようと、うん、最初から投手に内野2人は想定通りや、過去1勝8敗だった強豪での抽選を避け単独指名を決め、他球団の動向というか大体思った通り相手の出方を見てうまいことくくり抜けるというか、ズバリハマってないってにやり、うん、下村の最終的な指名は当日の昼に決めたと。下村については、上背はそんなにないけど今年ブレイクした村上みたいなタイプと、とにかくカットボールがえぐいと聞いていると、うん、東証国というかね、そういうピッチャー陣の中に入ってどんどん投げてほしいっていうね、うん、ところで、はい、ちょっと怪我だからね。そうなんですよ、手術だもんね、うん、トミー・ジョンね、うん、まあ、だから、まあ、山崎幸也とかね、じゃあ山崎幸也だわ、ね、山崎伊織とかね、はい、みたいにね、うん、ここまあ、こうもうやるしかないよね、うん、頑張ってね、はい、でちょっとまあ 2,3 年後って、ね、そうやな、うん、で行くしかないね、はい、シーバ君、これもうシーバ大谷は、はい、この独立からの、うん、すぐちゃうかって言われてて中で、しかも今年阪神リリーフ結構ね、湯浅もいないし、はい、ね、もう結構総崩れになってるところで出てけへんかったな、うん、はい、石井がね、いい働きしてるけども、うん、椎葉くん投げてないですからね、まだね、うん、で1軍に上がってきてないし、うん、2軍でも21試合投げて 4.43、うん、ちょっと悪すぎるな、うん、でも結構このドラフトの中では即戦力としては評価の高いピッチャーでしたね。未来型と全部分かれてすごかったっていう評価だったんですけど、うんうん、これだと独立リーグの評価が下がっちゃうな、うん、大谷の時も。そうですね、結構だって独立リーグでのピッチャー過去最高のドラフト順位だったんですよ、確かね、2位とその、うん、柴君と大谷とそのね、スピードが最近は出てないって聞いてますよね、うん、まあ、いや、あのもう本当、野球のピッチャーのマックスとゴルフのベストスコアほど当てにならへんもんないねん不安定なんですね。一回出したらそれや、はい、いつ出したんですか問題。確かにベストスコア10年前ですみたいな人もいますもんね。絶対いいんだよ、うん、本当もうゴルフのベストと野球のマックスほど本当当てにならないもんないね、うん、アベレージ言ってくれっていうね、はい、そうですねアベレージ、うんうん、確かにアベレージで書くべきかもしれないですね。そうだよ、マックスじゃなくて、うん、正直、はい、でまあ山田も尾崎はね、うん、まあまあまあこれはもう未来に向けてだから、はい、成績だけ見とこうかな、うん、山田くんね楽しみだな、うん、これから2軍で2割1分2厘、はい、でも208打数立ってるから、うん、結構打席立ってるからね、はい、まあ、それはチームのね、はい、しっかり育成していこうっていう、うん、でこの桃田くんも、93打数、うん、桃崎ね、うん、で1割7分2厘、まあここら辺はもう育成だね、うん、ね、山田くん育英からね、うんうん、で石黒、はい、石黒これが高校から社会人ですね、 JR 西日本、うん、3試合 5.40、 2軍だとでも 1.95 だから、はい、まあまあまあこれは佐々木チャンネル指数でいうと合格点だからね、うん、はい、2軍での防御率1点だよね、うん、まあここからまあもう一踏ん張りだね、うん、出てくるんじゃないかと、うん、で津田、はい、2軍で 5.83、 これはやばいね、うん、でも先発6試合1勝5敗、はい、まあ、ここからだね、うんうん、
まあ、下村君のトミー・ジョンがちょっと想定外だったな。そうですね、正直ね、まあ、これはまあ仕方ないけどね、うん、ただ結構なんか ゆとりのあるドラフトな感じはしましたね。そうそう、まあ、慌ててないからね、いるからね、うん、はい、と思ったらよ、うん、そうそう、と思ったらってね、はい、うん、そう余裕あるねだったらけど、うん、蓋開けてみたら、うん、大忙し、はい、伊藤将司、はい、どうしたん今年みたいな、村上も語れへんし、はい、ね、うん、そのエース対決で踏ん張りきれんもんな、うん、最後のだ、まあでも高橋遥とかね、はい、帰ってきたのは、うん、大きいけども、本当ちょっと何気に苦しんでるよ。で門別もね、はい、キャンプだけだったな、大フィーバー、ね、だからまだ、ね、もうちょっと時間かかんねんで、うん、もうなんか今すぐ行けるぐらいのね、だって岡田さんも言ってたもんな、そんなお前っつって、うん、メディアだけが騒ぐね。ね、でも岡田さんのあの熱中具合というか、ずっと門別投手の後ろで見てますからね、ブルペンとかも、うん、で青柳もパッとせえへんしな、はい、ちょっと先発足りひんもんな、あと大竹か、うん、今年8勝7敗、はい、まあ、あとちょっと打線の援護がなくて勝ち星が増えないところもあるから、うん、そこら辺はちょっとさっぴいかなきゃいけないね。そうですね、うん、成績ではね、うん、でもリリーフはね、石井、はい、桐敷、うん、ね、ここら辺の頑張りはあるけども、うん、まあだから去年のドラフトでいうと、まあ、B やな、うん、正直、はい、シーバ君は出てきてもよかったんちゃうかっていう、このドラフトの時のね、うん、評価で言うとね、はい、でもちょっと残念な感じだね、うん、それもあってババを出してるはずなんですよね、現役ドラフトで。ああ、そうですね、ケラを切ってってやってる、うんうん、だからそこら辺はちょっとね、うん、っていうところはあるよね、はい、1軍で1試合も投げられへんって想定してなかったよな、うん、それはね、正直ね、上位で上位に行くな、そうそう、はい、で、おととしね、はい、阪神、去年のルーキー、うん、森下、門別、うん、いつぼ、茨城、戸井、うん、富田、うん、ね、ほら森下、うん、ね、もうここはね、うん、だから言ったよ俺が、将来的に言ったら佐野の方が伸びてくるかもしれないけど、来年だったらもう森下の方が絶対いいから、来年優勝するためにはっつってね、うん、もう良かったしね、うん、今も何気にまあもう頑張れてるしな、うんうん、いや怒られたけど、キャラなのかな、言われやすいんやと思うんですよ、サドテルとボリッシャー、個人は大城阪神はあの2人だから多分ね、うん、俺はもうあの初球から打っていく積極性がなくなったらもうボリッシャーの意味ないで、ね、うん、あの空気を読まない積極的な方が持ち味ないからな、あれがいいのね、うん、ルーキーからやっぱずっと構成出続けてるところがすごいですよ、そう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 、うん、うん、門別も2軍では 2.29 防御率いいから、まあまあまあね、今年だってまだ2年目だもんね、はい、うん、まあまあまあ、そう慌てんなって話だよね、そうです、正直ね、はい、うん、いつぼ、うん、いいのみたいな、いいの、うん、阪神もちょっと謎があるからね、あの、いいけど使わへんっていう、はい、1軍1回も上がってきてないもんな、上がってきてないですよ、外野だから、うん、小野寺とかと競争なんか、あ、野口ね、あ、野口ね、うん、確かにキャンプで野口選手もね、あと前川が出てきたからね、うん、レフトにはまっちゃうと前川、はい、近本、あの森下になるもんね、うん、でも左ピッチャーの時とかワンチャン試してみても面白いよな、うん、でももう今からちょっと忙しいから試せんな、はい、うん、ちょっと今からはね、日本ハムで85試合の2割8分6厘ですから、うん、そうそうそう、うん、まあまあいい感じで来てるからね、いい、うん、でもまあ高校生の2年目だからね、1年も結構よくて、そうだね、最初めっちゃ良かったよな、うん、めっちゃ良かったんですよ、うん、で、はい、で、茨城、はい、これ先生、押してなかった、欲しいですよ、帝京長岡ね、うん、この衝動とかドラフト候補ですから、うんうん、結構キャンプの時も門別投手と茨城投手で、うん、高卒のね、2年目ですごい注目されてました、うん、でも高卒2年目で18試合投げて15先発いいよね、うん、そのローテーション的にはね、うん、感じ的にね、はい、いい感じで期待されてる感じが、うん、そうそうそう、だからまあ高卒だからね、はい、いい感じの感じでは来てる、うん、で、戸井君、はい、その前に富田行こう、うん、ピッチャー見てるから、はい、いい感じですね、でも一軍でちょろっと投げて、ちょろっと言っても25試合投げて、うん、で0点台ですから、うん、リリーフはめちゃくちゃになってますよね、うんうん、で2軍でも 2.12 でしょ、はい、でしかもドラフト6位でしょ、うん、もう上等でしょ、これは上等ですね、すごい、うん、いいね、うん、だからこのやっぱ22年のドラフトいいね、この年めっちゃいいですね、1位でレギュラーでしょ、うん、で下位も1軍で、ね、で投げてて、うん、まあ、リリーフが、ね、人いなくなって困った時にもう投げれてた穴埋めれてるし、はい、うん、でこの2位から5位までは高校生だから、確かにでしっかりで下でもちゃんと試合出てるからね、うん、いるやん他の球団で、え、怪我なんみたいな、どこにいるの、育成なんみたいなね、うんうん、のあるけど、ちゃんと
出てるしね。この年はでも完璧ですね結構。うん、戸井君も2軍で241打数で2割4分9厘だから、うん、高卒1年目で、はい、上等やな。上等ですよ、うん、だ即戦力として取った大卒と社会人が2人とも出てて、うん、役割果たしてるね、うん、で高校 S やな、うん、今の状況はね。これ10年後分かんないよ、うん、でもここ いいな、このドラフトはね。今年すごい、おいい、うん、で、おととし、うん、おととしはおととしこれで森木、鈴木、桐敷、前川、岡留、豊田、中川、うん、ね、森木どうしたんやろ、高1ぐらいから注目されてたもんな。もっと言うと中学校からし、うん、軟式で 100何十キロみたいなやつやんな。中学校からですよ、うんうん、2軍でも 10.05 14試合、うん、コーチに忘れ物やな。もう一回高知高校で自主トレやな、ね、ルーキーイヤーに先発してるんですね一応。うん、そっから出てきてない。でこの年も阪神矢野監督、ビッグスリーの森木が残っていたというのは本当に大きいと、うん、投手は右2人左2人を指名について、森木が残っていた流れからトータル左を補強できたとか、岡田も取れて、全体的な流れがすごく良かったなと思うっていうね、うん、だからまあ桐敷は最強だね。はい、形式だ、前側も伸びてきたしね、うん、で岡留めもまあ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 、うん、まあでもまあここで森木、鈴木どこ行ったん？2軍でも 4.6 にきついね、うん、中川君がね結構いい感じがしちゃった。2軍ででしょ、うん、はい、うん、高卒で、うん、あの坂本と梅野ちゃんの当たり強いからね。そうもう中川とか明とか言われんでもう今からは無理やで、このクソ忙しい時に経験値ないやつ勝負はあの潰れる可能性ある、うん、そうですね、うん、今一番ね佳境ですからね。そうそうそう、うん、その選手がね、うん、でもまあここもまあねいい感じし、これで森木が出てきてくれたらね、うん、最高なんやけど、そこが出てこれへんところがまあ仕方ないけどね、うん、全員がうまくいかへんからね。そうですね、うん、その前が2020年が里出る伊藤将司だからね、うん、で佐藤蓮、坂枝、村上、中野、うん、高寺、石井だから、うん、えぐいな。そこはすごいですね。で育成で岩田、うん、でその前が西純也、井上、及川、遠藤、藤田、小川、小野寺、奥山、うん、ここがちょっと微妙やな、うん、まあ、この前井上が初ホームラン打ったけど、はい、で近本、小畑、木浪、斎藤、川原、湯浅、おー、その前が馬場、高橋、熊谷、島田、谷川真希、石井、でその大山、佐伯だからね、浜地、糸原、でも結構、各年ぐらいですごいいいドラフトになってますね。各年で、グワ取るな、うん、ガーが当たるな、当たりーって3、4人みたいな、みたいな、うん、こうしてるとじゃあ、それその年じゃないですか、じゃあ。あー、未来ね、うん、それはどうなん、戦略上なん、たまたまなん。たまたま、いや、戦略で各年で行こうはないじゃないですか毎年良かったらもうそれは最高なんですからね。割とね、阪神のドラフトの高校生が、うん、試合で出るんで体強いイメージがあるんですよ、ね、あとちゃんと使ってるのがいいね、うん、やっぱ2軍でね、はい、試合もよくあるやん、なんか、うん、高卒1年目で体作りとか、うん、いや、あの高校の時も試合してんねんから、はい、できんねんって。そうですね、別にだって試合は一緒やん、うん、別にあの高校とじゃプロで試合出たら、うん、いや高校は5ぐらいしか疲れないけどプロ10ぐらい疲れるよとかないじゃん、ね、まあ、もちろんプレッシャーとかそういうのは出るかもわかんないけど、うん、でも高校もね甲子園かかったりしたらプレッシャーなわけだから、うん、常に全力ですよ、うん、だからそれが毎日試合あるか毎日ないかだけであって、うん、そんなん使えよな、うん、これやろ。そう、だから体も強くなるしでかくなっていくんやからな、うん、だからやっぱこの阪神の2軍のように高卒でもおちゃんと試合出てるやん、うん、200打席立ってるやんとか、うん、やっていかなあかんやな。そうですね、うん、でも使えんおっさんは試合出さなくていいやろそんなもんチームのためにならへんやん、うん、使えん1軍で使えんおっさん試合出して2軍で優勝争いとか一番意味ないやん、若手を成長させてほしいですね、うん、だそういった意味では、まあ、このいいね、阪神いい、うん、この、うん、でも結構やっぱ確年で来てるってことは、うん、一昨年良かったじゃん、あ去年が良かったじゃないですか、うん、ってことは今年のドラフトが、じゃあ去年は分かんってこと、あれ去年がどうでしただったんですよ今見て、いや去年はまだまだ誰も出てきてないんですよね、まだ誰も出てきてないから今年ね、今年そうやな、ぐわってくるかもしれない、うん、まあそこはね分析して、はい、行きましょう、はい、はい。